セーフです。今公園の公衆便所があるんですけど、犬を散歩しとる人が犬の糞の入ったビニール袋を公衆便所の便器に投げ込んどって、まあ公衆便所って言ってもしっかりしたやつものじゃなくて仮設式トイレ、建設業とかが使う据え置きタイプの仮設タイプのトイレが、まあ、公園の端っこに置いてあるんですよ、僕のいる場所には。そこの仮設トイレに犬の散歩してきた人がビニール袋ごと犬の糞投げ込んでますからね。もうどんなんだよっていう、まあいいんですけど、まあちょっとマナー違反かなと思ったんで、まあそれはまあさておき、まあなんか生きとるとね、いろんなことあるなと思って、まあそういうことをちょっとお話ししようかなと思ってちょっと動画にします。そんでまあ僕もね、今ちょっといろいろなんか気持ち的にはそんなに落ち込まんっていうか、気楽に、まあ結構ね、金銭面では確かに悩みがあるんですが、そのあんまり気持ちに負担をねかけんようにまあ暮らしてるわけなんです。でやっぱニュースつければやっぱ痛ましいね、事件とかまあ多いんで、まあね、今そういう社会のストレスとかいろんな環境でそのちょっと心をね病んでしまってるって人んたも多いとは思うんですけど、なんか僕なりにね、僕はこうしてるよっていうことを話そっかなと思って、話そうと思います。まあ、YouTube をね、僕はちょっと撮ってるんですけど、まあ、これが、YouTube 活動って言えるものなのかどうかっていうのは、そんな大したクオリティもないので。ただね、YouTube 撮ってきて、なかなかね、気づいたことっていうのがあって、まあ、いろんなこと話すんですよ。最初は、なんか、誰かに見られるかとか、再生数伸びるかとか、いろんな余計な雑念を持ちながらね YouTube 作ってましたけど、まあいろいろやってみて、まあ誰も見てないんで、逆になんか肩の力が抜けたっていうか、日々のね日記として動画を上げてるんですけど、その毎日やることによって自己分析にすごくいいなと思って、毎日その YouTube をこう再生してね日記を残すと、自分で自分の顔の表情とか、まあ、見直すんですよ。たまにどんなこと話しとったかなとか、あんなことあったなとか、そういう時にね、自分が元気がなかったなとか、あの日から割と成長したなとか、いろんなこと思うんですよね。で僕の YouTube のスタートは失業したところからですからね、まあ、仕事を辞めてこれからどうなってしまうんやろうっていうところからの自分をこう映しているところからスタートしてるんで、そこから思えばね、割とね自分で笑顔があったり、こう声のトーンが違っとったり、自分で自分をこう客観的に見直すね、いい材料になってるんで、まあ一時ね、そのそれが何がいいかっていうと、自分的にはそのうつ病に効果があるんじゃないかなと思って、まあ自分もね割とね人生いろいろ失敗してきた方の人間なんで、まあね、その死にたいっていう言葉は出ないんですが、その消えてしまいたいっていうかね、疲れたっていう一言、人生の
人生に疲れたとかね、もうこのまま消えてなくなりたいなっていうのはね、割と何度も思うんですよ。まあ、それはやっぱりね、20代の時が一番辛かったかな。まあ、他と比べるっていうパターンもあるし、その同級生はこう家庭を築いていくしね、仕事にも恵まれんかったり、いろんな悩みが増えますよ。やっぱり30代ぐらいになってくるとね、目に見えて差になってくるっていうかね、20代だったらどんだけでも挽回できるんですけど、まあ、そういうストレスとか、まあ不安定、今の社会の状況ですよね、こう先行きが暗いっていうかね、そういうのになんか飲まれてしまって心がね沈んでる時があったんですよ、僕にも。でもう何にもやりたいことないし、好きっていうこともないし、一時その命の電話コールサービスとか多分行政がやってるんですけど、そういう自殺防止フリーダイヤル、ああいうのにもかけたことあるんですよ。どうなったと思いますか？いつまでたっても繋がらないんですよ、そんなのは。でコール時間、今はちょっとね、いろんな社会の環境が変わって24時間もあるかもしれないですけど、僕の時なんて8時から5時までですよ。8時から17時の間しか電話つながらんて、人がいつ死ぬかね、もう自分で自分をぶっ殺してしまいたいって思ってる人間とか多分夜中やと思うんですよね。そんなので市役所仕事で、あの8時から17時まで電話かけてくださいって翌日まで待てないですからね。もう苦しくて、自分で拳銃はないですけど、日本は頭でもうぶち抜くぐらいやべえって追い込まれた人間が翌日までそんなのもう自殺踏みとどまっとれんっていう状況は特によくあると思うんですよ。だからその時に、まあ自分はこれが現実やなっていう、まあね、そういう現場で、あのそういう頑張っている方もいるかもしれないですが、所詮僕から言わせたら、なんか多分自殺を踏みとどませるほどの効果はないなっていう。電話がだってそもそもあったって繋がらんかったら止まらんでしょ。で追い込まれとる人間が電話に出るんじゃなくて、まあ市役所の職員か、まあその人の段が頑張ってないとは言わないですけど、その辺のおばちゃんかね、パートのおばちゃんが電話に出て、で話を聞いてあげるっていう流れやと思うんですけど、多分そんなんじゃ多分苦しさが紛れんなとかって思って、逆になんか目がパッと覚めたっていうかね、まあこれが現実かと思ったんですけど、まあ僕はおかげさまでまだ生きてますけど、だからその話を多分聞いてほしいとか、今の状況をこう客観視するためにも、そのここで動画を撮れば間違いなく自分が見るじゃないですか。で自分が好き勝手話せばいいし、自分のチャンネルなんか誰も見てないんで、最初はなんか社会的にね批判されるんじゃないかっていう、 YouTube 上げたことによって自分はなんか大変なことになってしまうんじゃないかっていうのをちょっと心のどっかで思ってたんですけど、 YouTube 動画上げたって誰だ、全然僕の動画チャンネル見てもらえば分かるんですけど、再生数上がってないんで、誰も見てないんで安心なんですよ。誰、何を喋ったってわめったって恥ずかしくないっていうかね、誰も興味関心がないんで、自分のためにねやっぱこのチャンネルを使えるんで、自由に好き勝手、やっぱね、自分でこう今思ってる気持ちをこう動画にバーってぶつけると、後日見た時にこう、うわ、ああいう時に自分苦労しとったなとか頑張っとったなとか、こう冷静さを保てるっていうかね、心の振り返りができるんで、なんか変に他人にね自分の悩みなんか打ち上げたって、その人がね助けに来るっていうことはよっぽどないですよ。まあ、家族とか身内やったらね、なんか心の叫びに対してなんかフォローしてくれるっていう身内の人はいるかもしれないですけど、市役所の職員がわざわざ家に来てなんかしてくれるってことないですからね。その個人の救済ってことはまずないですわ。
自分で乗り切るしかないところが多い現実はね。なかなかね、まあ学校生活とかもいろんなあったんで、僕もまた時間があるときに、まあクソだった出来事とかもどんどん話していこうかなとは思ってますけど、まあ今日はちょっとね、割愛しまして、そこの辺は自分でね、なんとかこの気持ちの冷静さを保つっていうところで、こう動画に残すってことはなんかいい方法じゃないかなっていう、自分自身と対話して混乱した頭の中から冷静さを保つっていう方法に、こう動画を残すっていうのはね、いい方法だなっていうのを思ったんで、まあ、YouTube っていうものをね、他の YouTuber と利用の仕方が違うんですけど、ただなんかこういう使い方があってもいいんじゃないかなと思ったんで、まあね、こうやって日々積み重ねで自分が成長していけばね、まあ、チャンネルは伸びないでしょうけど、自分自身がこう生きていく上でなんか成長していくっていう過程をね、動画に収めれたらいいなと思ったんで動画にしました。ありがとうございました。